イクタクシーは面白かったです。普通のバイクの横にサイドカーがついてて、そのサイドカーは1人しか乗れないかな、2人乗れるかな、乗れない、2人行けるかな、多分2人行けると思うんですけど、窓とかもないです、開きっぱなしで、だから土ぼこりとかがもうバーってくるから、もう顔も黒だったんですけど、まあでも楽しかったです。こうバイクに乗ってる人が運転手さん、その後ろにも1人乗れて、でサイドカーに1人か2人は乗れるっていう感じのスタイルでした。面白かったです。ココナッツジュースは30ペソでした。30ペソだから日本円で56円とか、あの大きいさ、ね、ココナッツジュース56円。しかもこれ調べたところによると、どこの国かわからないんですけど、ある国では具合悪い時とかにする点滴あるじゃないですか、その点滴代わりとしてそのココナッツの液がそのまま使われる、だからそれぐらい体にいい飲み物らしいです。だからアクエリアスみたいな、ポカリスエットみたいな、そういう働きがあるみたいです。すごく美味しかったです。ヤシのイメージ的にはこのココナッツジュースっていうと、もうちょっとこう白濁色のもうちょっと濁ったようなイメージだったんですけど、すごい透き通ってて飲みやすくて、 甘さが全然なかったですね。はい、なのでフィリピンにいるときはいっぱいいっぱい飲んでます。大好きです。マニラのスターバックスに行ってきました。そう、すごい店員さんがフレンドリーで、あ、日本人なのねみたいな感じでこう話しかけてくれて、そうだよっていう感じでこう会話をしてたんですけど、すごいフレンドリーですごいニコニコしてて、すごいいい時間でした。でその時間帯あんまり混んでなかったみたいで、結構話してで、あとは働いてる人が5人だか6人いたんですけど、全員の名前を教えてくれて、私は何々、私は何々みたいな感じで、私は夏美だよって言って、そっからもう友達のようにずっと話してくれて、あと特別にカップにこんな感じでなんかコーヒーアートっていうんですか、カプチーノみたいなのをやってくれました。すごいいいとこです。でまたマニラに戻るときに行きたいなと思います。ここのビーチ、シャンパンビーチ、すごい綺麗でした。
え、知らなかった。これこれ、ワールドワイドな割り箸。This is mine. マニアのペッパーランチにも行ってきました。ペッパーランチは日本発祥だったんだと思って、そういえばシドニーでも見たなと思って、そういえば日本発祥だったかもと思って、結構いろんな国に行って思うのが、いらっしゃいませとかって言うんですよ。言ってくれる、こうお店に入った時に日本語でいらっしゃいませとかって言ってくれて、まあ、それ以外の日本語は全く使ってなかったですけど、ね、面白かったです。いらっしゃいませって言ってくれるし、クオリティもなんか多分日本とそんな変わらないんじゃないかなって思いました。もう私がペッパーランチ行ったの何年前の話って感じだったんですけど、美味しかったです。私はサーモンのやつ食べました。あとサラダ、うん、美味しかったです。こんな感じ。ありがとう。 Thank you.